い、始まりましたよ、ニコニコラジオ5勝派、私 DJ ラオです。どうぞよろしくお願いします。いやね、今回で3回目ということでね、バトルボーナスで言えばね、3回継続だったらね、まずまずっていうところでしょうか。バトルボーナスはね、平均4回だそうですね。本当っていうね、声がね聞こえてきそうですけれどもね、あれね、隣のおじさんのも含めて平均4回ですからね。あなたの単発はおじさんの7連と総裁ですね。ということでね、早速一つ目の回からいきたいと思います。ペンネーム国王ラブさん、ラオさんはじめまして。はい、はじめまして。国王とはどこで出会ったんですかということなんですけれどもね、すすきのです。私の行きつけのスナックでですね、たまたま彼がね隣に座ったのがきっかけでしてね、馬が合いますね、馬だけに、なんてね言ったらね、彼大爆笑でしてね、それ以来の付き合いですね。嘘なんですけれどもね。はい、次のハガキ、ペンネーム花子凛さん、ラオさんは天に帰ったそうですが、そこはどんなところですかということなんですがね、一般的には天といえば、死後の世界とか天国というような意味なんでしょうけれどもね、私にとっての天国というのはね、これもね、すすきのです。ありとあらゆるジャンルの店が揃ってますね。昇天するにはもってこいでございますね。もしお近くまでね来られた時にはね、国王と一緒にねご案内いたしますよね。おすすめはキャバクラユダです。では次のおはがき、ペンネーム秋坊さん、ラオさんこんばんは。はい、こんばんは。なぜラオさんは戦いの一発目から豪勝派を使うことが多いのですか。一発目あたりはパンチで力を温存しておいた方がいいと思うんですけれども、ということでね、ちょっとねお金が見え隠れするご質問ですけれどもね、いや確かにね、豪勝派っていうのはね本当にね体力使うんですよね。確かにね必殺技なんていうものはね後に取っといた方がねいいんですけれどもね、たまに避け腐りおるんですわ。こっちはねもう決まったと思ってるわけですよね。早く帰ってもう一杯ねビールでもねやろうかなっていうねモードになってるわけですよね。分かってないっていうかね、空気の読めない眉毛がね、一匹ちょろ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 ね、天に帰る時が来たのだ、ピキーンドゴーン言うてね、そんなもん、またうちのスタッフは頭に1、2、3言うて帰って出てこないかんでしょ。もうね、困ったもんですよ。まあね、100歩譲ってね、避けるんはね、いいとしてね、怖いのがね、たまにね、亡霊がね、出てきおるんですよね。怖いですよ、もうね、青白いね、顔してましてね。表情ね、無表情のままね、上からね、ピシューってね、飛んできよるんですよね。あんなんね、間違いなく悪霊ですよ。もうね、仕事とはいえね、いろいろ大変ですよね。ご質問のね、お答えになってましたでしょうかね。そしたら、ここでね、一曲、こんがりキスで、豪勝派。ちょっとヤバすぎるかもよ。僕もは動かないかもよ。お主単発かもよ。みかん食べちゃうかもよ。コインもらえないかもよ。時期は見間違いかもよ。時も焦っちゃうかもよ。人は偽物かもよ。言われなくてもラオウ登場。ちょっと出てくる足早い。6で負けれる時代ですよ。昔じゃ考えらんないね。僕とゾロイでただの単発 10% の貴重だわ。3年壊して許されてたよ。今じゃ裁判沙汰だもん。もうちょっと店長さん、もう設定1じゃない。朝から並んだイベントでガセ札刺すのはやめて。ちょっとヤバすぎるかもよ。豪勝派ということでね、今回で3回目だったんですけれどもね、いかがだったでしょうか。またね、機会がありましたら、4回目のオンエアも試みたいと思いますので、
また楽しみに待っててください。DJ ラオでした。All brilliant by Red Patchot and thank you to listen this fast and battle bonus cocktail. See you. Bye bye.